皆さんこんにちは。こんにちはだぜ。今回は流行や時事ネタに思いっきり乗った解説をするわ。どんな解説なんだ？まあどうせ宇宙関連だろ。韓国が結局ジーソミアの破棄を延長するんだって。はあ、あれだけ破棄する。日本が譲歩しなかったら破棄するって言ってたじゃないか。日本が譲歩したのか？韓国の報道では条件付きの延長とか言って譲歩があったみたいに匂わせているけど、日本の報道ではそういう事実はないみたいだし、経済産業省の記者会見でもそう言ってたね。結局何だったんだろうな。地上のことはよくわからないわ。でも以前の動画でジーソミア破棄が韓国にとって自滅な理由ってやったけど、今回もやるわ。ジーソミア延長が韓国にとって妥当な判断な理由をね。もちろん宇宙視点だけどね。あんまり時事ネタをやると批判されるぜ。こういうネタを扱うときは偏らないようにしてるわ。事実をもとに独自の解釈を入れるけどね。あとは視聴者の方がそれぞれ考えてみてね。視聴者丸投げ型だな。ジーソミアは地上での軍事協定だから詳しいことはよくわからないけど、日本、アメリカ、韓国の3カ国が軍事活動で得られた情報を共有するという内容なんだけど、軍事面ではやっぱりアメリカの軍事力が大きくて、宇宙でもそうなんだよね。宇宙に軍事力があるのか？アメリカには日本と韓国にはない種類の衛星を宇宙に上げているわ。どんな衛星だよ？早期警戒衛星よ。なんだそれ。弾道ミサイルの発射や核実験などで発する特徴的な熱源を監視している衛星でね。アメリカはこの衛星を多数打ち上げてて、地球全体を常時監視できる体制を築いているわ。うへえ、なんだよその規模は。この衛星で北朝鮮のミサイル発射の瞬間を感知することができるし、ミサイルの落下地点まで追いかけることができるわ。すげえことができるんだな。他にこんなことができる国があるのか？こんな衛星を多数打ち上げてネットワーク化して全地球を監視するなんてないと思うわ。やっぱりそうなんだな。日本も韓国もこのアメリカの衛星情報を当てにしている部分があるからね。日本には情報収集衛星があるんじゃないのか？あれは撮影するのが主な機能で熱源を感知することはできないわ。そうなんだな。いつかそういう衛星を開発しないのか？いつかはやるのかもしれないね。アメリカの偵察衛星があるからそれでいいやって感じか。そういう衛星の特集ってやってないな。アメリカの偵察衛星って種類と数が多すぎてね。それこそ一つのシリーズ動画ができちゃうわ。それに軍事ものだから情報を集めるのも大変だし、ものすごく高い需要があればやるわ。多分やることになるんじゃないかな。ところで韓国は日本とのジーソミア破棄の延長をした方が妥当ってどういうことなんだ？韓国には地上を撮影できる衛星を持っているわ。アリランシリーズだな。アリラン2号から北朝鮮の監視をするようになったんだけど。1号どうしたんだ？1号は分解能が7メートルクラスだから監視には使いにくいわ。だから韓国政府も地形図の作成とか宇宙にある他の衛星の写真を撮ったりしてたわ。それって意味あるのか？1号機は大体実証機だからそんなものね。それにこういう画像偵察衛星って地上分析班の腕前によるところが大きいからね。そうなんだな。せっかく撮ったのに見てわからなかったら意味ないでしょ。そりゃそうだ。日本の地上分析班もアメリカの指導の下でアメリカ民間商用衛星会社から写真を購入して練習してたしね。上は頭が良くても下がダメだったら宝の持ち腐れよ。そうだろうな。韓国の場合はそれが足りないの。どういうことだ？韓国のミサイル情報ってたまに間違っているでしょ。たまにな。あれは衛星や地上レーダーの分析班の腕前が足りないからよ。そうなのか？まあこれは推測でしかないんだけどね。衛星やレーダーが劣っているという見方もあるかもしれないけどね。そこはわかんないんだな。見ている韓国地上班の人教えてくだちぃ。見てるわけないだろ。そんで韓国のアリランシリーズの解説をするのか？そうね、ここいらでやっとくわ。韓国は衛星を持っていないっていう YouTube 動画が多いしね。そうなんだな。まずはアリラン1号。TRW 社っていうアメリカの自動車部品メーカーの技術支援を受けて開発された衛星でね。1999年12月にアメリカのバンデンバーグ空軍基地からトーラスロケットで打ち上げられたわ。この衛星は地形図の作成や海洋観測などを通じて観測技術の確立と実証をするのが目的だったわ。ちゃんと実証をしているんだな。でも2007年の12月に問題が発生するわ。どうしたんだ？
韓国の地上管制が衛星起動プログラムに誤った数値を入力したせいで衛星の姿勢が乱れて通信できなくなったわ。あらま。通信の復活を目指してあれこれしたけど、結局どうにもならないまま2008年2月に運用を終了したわ。ほーん、そうなんだな。元々の設計寿命は3年で8年間の運用ができたわけだから、なかなか優秀な衛星だったわ。長く使えるのはいいことだな。続いてのアリランちゃんは、アリラン2号ね。そりゃ1号の次は2号だろ。アリラン2号はフランスの EADS アストリアムの技術支援を受けて開発された衛星でね、ロシアのプレセツク宇宙基地からロコットロケットで打ち上げられたわ。フランスの支援を受けたんだから、フランスで打ち上げというわけじゃないんだな。安く上げてくれるところ、韓国から近いところを探すからね。なるほどな。日本もだいぶ近いと思うんだが。プライドがあるんじゃないのかな？そうかもな。この2号からアリランシリーズは偵察衛星として使われるようになったわ。ほーん、いろいろと準備が整ったんだな。ヨーロッパの技術とイスラエルの技術が凝縮された衛星だから性能は高くてね。分解能は1メートルよ。分解能って解像度みたいなものだっけか。そうね、1ピクセルが1メートルってことね。1メートルクラスになると車の存在がわかるようになるわ。車種はわかるのか？難しいと思うわ。この衛星の特徴的なところは、北朝鮮の軍事施設などの重要施設を監視するために打ち上げられたはずなんだけど。つまりは軍事衛星だな。この衛星の撮影画像を韓国が公表してるんだよね。普通は軍事衛星の能力を隠すために非公開にするんじゃないのか？韓国はこの衛星を国際的な観測ミッションに参加させて、いろいろな撮影画像を公開したのね。だから画像が出回ってるの。その数2万7000枚以上。めちゃくちゃ多いな。偵察衛星と観測衛星は撮影するという意味では共通しているからね。その気になったら両方で使うこともできるけど、普通はしないわ。そりゃ軍事情報にもなるからな。ちなみに私もこの衛星が撮影した画像をたくさん持っているから、欲しい方は USB メモリを持参で自宅まで来てください。本当に来たらどうするんだよ。ご飯でもおごってもらうわ。こじきおつ。ちなみにこの衛星はまだ稼働していると思われるわ。どうしてだ？2016年の段階で衛星に積まれている燃料が半分以上残っているらしいから。そうなんだな。特に問題なければ今も稼働しているはずよ。続いてのアリランちゃんは、アリラン3号ね。順調に増えていくな。このアリラン3号はフランスやドイツの技術支援を受けて開発した衛星でね、韓国文部科学省の予算で製作された衛星よ。ということは軍事衛星ではないのか？そうね、教育や観測目的だからね。この衛星画像もたくさんあるわ。これって分解能はどのくらいなんだ？およそ70センチクラスね。それはどこまで見えるんだ？車がセダンなのかミニバンなのかが判別できるわ。人間は見えないはずだけどね。人間を認識しようと思ったらどのくらいの性能がいるんだ？最低でも60センチクラスが必要ね。あと少しだったのか。この衛星の打ち上げは日本の種子島宇宙センターから H2A ロケット21号機で打ち上げられたわ。日本から打ち上げたのかよ。まあ近いし安いし。プライドはどこ行ったんだよ。安さには変えられなかったのかも。どういうことだ？ H2A ロケットの打ち上げと打ち上げる衛星の受注活動は三菱重工がやってるのね。これからの商用打ち上げの営業活動を進めるには実績が必要だったの。まあ実績って大事だよな。そんな実績を作りたい日本と安く打ち上げてほしい韓国の思惑が一致したわけ。そうなんだな。この動画を見ている人の半数以上は知っていると思うけど、韓国のアリラン TV という放送で H2A ロケットの打ち上げが韓国内のみならず、世界180カ国で放映されたんだけど、ちょっとおかしな H2A ロケットが出てきてたわ。おかしなってなんだよ。ロケット本体には上から今回の顧客である韓国の国旗総上理している衛星の雫のミッションマーク、三菱重工のロゴ、日の丸、日本の文字、これらが書かれてるんだけど、日の丸と日本の文字が消されているのね。どういうことだよ。このためにわざわざフル CG で制作したみたいよ。気合が入ってるな。入れるところはそこじゃないわ。しかしなんでそんなことするんだ。さあ韓国の人に聞いてちょうだい。ちなみに JAXA はノーコメントとしてるわ。まあコメントできないわな。あとよく言われてるお話にも触れておくね。なんだ？
打ち上げ代金は13億円と言われているけど、ソース元が朝鮮日報だから当てにはしてないわ。そうなんだな。あと、代金が未払いというお話もあるけど、確実な情報が見つからないわ。そうなんか？だから、その件については言及しないわ。デマ発信は良くないからな。つまり、関係者は教えてねってことよ。教えるわけないだろ、いい加減にしろ。続いてのアリランちゃんは、5号機ね。4号機はどうしたんだ？韓国では、4という数字は縁起が悪いんだって。ほーん。日本も同じとこあるけどね。確かにな。もう、グダグダになってくるから解説はやめとくけど。もう8割くらいは寝たと思うけどな。残った2割は精鋭か何か？訓練されてるんだろうな。さすがね。5号機、3A 号機を打ち上げるけど、どれも軍事と観測の兼用なのね。観測画像が公開されてるのか？大量にね。それって軍事衛星と言えるのか？主張すれば軍事衛星だし、地球観測衛星だと言えばそうなるし。自由に変身できるな。でも、こうやって性能が出ちゃってるから、軍事衛星として使いにくいでしょ？そりゃあな。国外製造で国外打ち上げ、画像も公開してるなんて、自分で自分の価値を落としているとしか思えないわ。だから、軍事衛星を借りようとしてるのか。それもおかしな話よ。なんでだ？衛星を借りても、地上分析班が無能だったら意味ないもの。ああ、そういうことか。ただでさえ、ミサイルの発射時間や落下位置を間違うのに、高性能な衛星を借りたって分析できないわ。素人が F1 マシンに乗っても、速く走れないのと一緒ね。うまいこと言った顔してるのがムカつくな。だから韓国がジーソミアを延長した妥当な理由っていうのが、地上と宇宙の両方でアメリカと日本の監視体制に追いついていないからよ。確かにそうだな。韓国はいつでも破棄できると言ってるけど、現状はできると思えないわ。あくまで宇宙視点だけどね、地上でのことはわからないわ。地上に適してないもんな。というわけで今回はここでおしまい。今日もベラベラとよく喋ったな。これからもほぼ毎日宇宙の天体や宇宙技術などの解説紹介をしていきますので、チャンネル登録をしていただくと新しい投稿の通知が来て便利ですので、よろしくお願いします。ではまた会う日まで。それじゃあな。しかし、ことのわしまいに交代できるかと思ったんだけどな。甘いは、いずれ宇宙で生活できるように、体が宇宙船にも耐えるようになってるから。ちょっと一服持っただけじゃなんともないわ。そうか、ところで国際宇宙ステーションって知ってるか？何それ、聞いたことないけど、宇宙に関係してるの？いや、なんでもない。